どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベチです。今回は、宇宙に実在する奇妙すぎる性質を持つ恒星4選というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。今回は、太陽のような恒星の中で特に際立ったヤバイ性質を持った恒星を4つ紹介していきたいと思います。はい、まず最初に紹介するのは、自転速度が速すぎて円盤ができてしまった VFTS-102 という恒星です。遅かれ早かれ、すべての天体は一定の周期で自転しています。もちろんこの地球も赤道上では460m/秒、そして我らが太陽なんかもその赤道上で 2km/秒という速度で自転していることが分かっています。天体の自転速度が速いほど赤道上付近での遠心力が強くなるので、天体を構成する物質が星の中心部から離れていきます。ですので赤道上で膨らんだ全体として見ると、なんか縦方向から押しつぶされたような楕円体をしていることがわかります。特に恒星の場合は、惑星とかいう岩石惑星とかだと、岩で形成されているので、なかなか膨らみにくいんですけど、恒星の場合はガスで成り立っているので、赤道上でガスが中心から離れやすく、全体としては潰れた形に変形しやすいという特徴があります。ちなみに太陽は自転速度が 2km/秒ということで、これは恒星の中ではかなり遅い部類となっています。ですので、では発見されてきた中で最も潰れた形をした星は何なんでしょうか。それはこちらの VFTS-102 という恒星です。なんとこの星に至っては赤道上付近で 610km/秒という太陽の300倍を超える凄まじい自転速度で自転しているために、ただ極端に潰れるだけじゃなくて、赤道上付近のガスが強すぎる遠心力によって重力を振り払ってしまって恒星の表面から離れてしまっているんですね。で、離れた赤道上の物質というのはこのように恒星の周囲を公転する円盤状を形成します。なのでこの星というのはあまりに自転速度が速すぎるために潰れるだけじゃなくて円盤を形成してしまっている本当に変わった星であるということが言えます。はい、続いて紹介するのは彗星のような王を持つ恒星ミラです。上下はどちらも、ミラを撮影した、しかも同じアングルの画像なんですけど、全く違う画像となっています。なぜかというと上の方は紫外線を撮影した画像で、下の方は私たちの目で見ることができる、可視光によって撮影した画像だからですね。可視光では、全然見えないんですけど、ただ紫外線でミラの方を撮影するとミラの後方に長い尾のようなガスが広がっていることがわかります。まるで彗星のような神秘的な構造となっていますね。ですがさすがに恒星なだけあって尾の規模も彗星とは全く桁が違っています。この尾というのはなんと実に約13光年にもわたって広がっているというふうに考えられています。13光年ってどれぐらいかというと太陽系からシリウスまでも 8.6 光年ぐらい離れているので、恒星間をまたぐとてつもない距離ということになりますね。それだけ大規模な構造となっています。はい、そしてミラは非常に有名な脈動変恒星でもあります。ミラのような脈動変恒星というのは、恒星自身が収縮を繰り返し、縮んだ際に増光で、膨張した際に減光することによってその星の明るさが変化するタイプの変恒星を指します。で、特にこのミラは地球から見た明るさを示す視等級ですね。その指標が最大では 2.0 と、まあ、極めて明るく肉眼でも全然見える星なんですけど、最も暗い数値だと 10.1 ということで肉眼では全く見えない範囲となってしまいます。なのでこのミラというのは肉眼で見えたりとかあと見えなかったりするほど変光の幅がとてつもなく広いのが特徴なんですね。ミラの変光時、星が膨張している際は表面が中心から遠ざかるので重力の法則が弱まります。なのでミラの周囲にはたくさんのガスが放出されています。特にミラの場合は周囲にある物質と比べてミラ自体の移動速度がすごい速いんですね。なのでこのように一方方向に尾のような形状が残っているというふうに考えられています。はい、続いて紹介するのは WISE-0855-0714 という観測史上最も冷たい星です。で、厳密に言うとこれは恒星ではなく褐色矮星に分類される天体なんですが、惑星や小惑星ともまた異なる天体なので今回はあえて紹介させていただきます。
地球の約320倍も重い木星のさらに13から75倍の質量を持つ天体というのは、惑星でもなく、恒星でもないその中間に位置する褐色矮星という類の天体になります。褐色矮星というのはその質量が十分ではないために、こういった恒星のように核融合反応で安定して輝き続けることはできないんですが、誕生してすぐは重水素という一部の物質だけ核融合するほどには質量があるので、全く核融合反応を一生の間で一度も起こさない惑星というタイプの天体ともまた異なっています。で、この褐色矮星は過去に短期間だけ核融合反応を起こしていたということから、表面温度は平均で500から1900度程度のものが多いと考えられていますが、恒星のようにエネルギーの供給がないので、一度核融合反応が終わるとそこからはゆっくりと時間をかけて冷えていく一方となります。そんな褐色矮星の中でも最も低温な星として知られている WISE-0855-0714 という褐色矮星は、その表面温度がなんとマイナス48度からマイナス13度程度と、地球と比べても非常に低温であることが分かっています。恒星と連星をなす褐色矮星であれば、その恒星の熱によって表面温度が維持されたりもするんですけど、WISE-0855-0714 というのは、その恒星の周囲を公転しているのではなく単体で宇宙空間に存在している褐色矮星なので、なおさら表面温度が冷えやすいという特徴があります。こういった熱くない惑星外天体ということで、かなり冷たいのは分かってるんですけど、我慢して触ってみたいという気もしますね。ちなみにこのシミュレーションの中でも非常に暗すぎる褐色矮星 WISE-0855-0714 なんですけど、これは実は2014年の4月と極めて最近になって発見された天体です。でなんですけど、地球からの距離、太陽系からの距離ですね、これは太陽系から見てこの4番目に近い天体であるということも分かってます。なので非常に近いのにもかかわらず、つい最近まで見つかっていない、それだけこの褐色矮星がいかに暗くて見つけにくいかということが示されています。はい、そして最後に紹介するのは、お互いに重力的に結びついて公転し合う連星系の星同士で、あまりに近づきすぎてもはや重なってしまっている星 VFTS352 という恒星です。このような連星系のうち一方の寿命が近づいていくと、一方の星だけがどんどん巨大化していくので、連星の星同士の距離は近くなっていきます。なので、意外と接触連星系というのはこの宇宙の中だけでもありふれている存在であることが分かっています。ですが中でも今回の VGFTS352 という連星系に関しては、その恒星の表面だけではなく、内側のその内側にある外層まで共有しているということで、過剰接触連星に分類される激レアな連星系となっています。とある研究によると、この2つの星を形成する物質全体の実に 30% を共有し合っているほど超濃厚接触をしている連星系であるということも分かっています。圧倒的に密ということですね。でこれらの2つの星はどちらもその質量が太陽の28倍程度ある、どちらも大質量星となっていて、その表面温度もどっちも4万度を超えるため青い光を放っているように見えます。そんなハイスペック恒星の双子は濃厚接触をしながらお互いをわずか 1.1 日程度で公転し合っています。最終的に2つの星は合体してより巨大な星になるか、もしくはこのように合体後に崩壊してガンマ線バーストを放って散っていくというふうに考えられています。どの道合体するのは間違いなくて、その後はどうなるか、それは神の溝を知るといった感じです。はい、そんな感じで今回はすごい奇妙な4つの恒星を紹介させていただきました。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙関係の動画を毎日投稿するので、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。こちらの動画の最後に姉妹チャンネルである科学ヤバイチャンネルの宣伝をさせていただきたいと思います。宇宙ヤバイチャンネルでは普段から宇宙に特化して動画をお送りしているんですけど、科学ヤバイチャンネルではより広く科学全般のネタを提供しています。科学ヤバイチャンネルではこういったアニメーションを用いて動画を制作しています。そして、宇宙ヤバイチャンネルがメインなので、こちらの投稿頻度を下げないために科学ヤバイチャンネルでは、僕キャベチ監修のもとで、
優秀な友人2人に協力してもらって、3人で動画制作を行ってます。まあ、とても、楽しいコンテンツとなっているので、今再生中の動画の概要欄から、ぜひ、科学ヤバイチャンネルの方も足を運んで見ていただけると嬉しいです。